な子供の頃に叱られたわけが今わかるの今日まで幸せくれたパパとママに花束を若さに任せて家を出た時励ます言葉が身に染みたよ。どんなに背伸びをしても腕の中で甘えてた期待と僕じゃないけど素晴らしい人に出会えた。もしも涙が溢れそうならごめんよ、何も言えなくて。笑顔の中には寂しさもある。幸せの旅を憂うばかり。愛するこの人となら辛いことも分け合える。期待じゃないけど人並みに愛を叶えた。もしも涙が溢れそうなら時間を止めて抱き寄せて。心を